先日発表された2023年の路線化このチャンネルでも群馬をはじめ栃木茨城新潟長野の北関東信越5県の最高地などをお伝えしましたが今これらの中心都市では再開発といった新たなちづくりが進んでいます。これによって町の将来はどう変わっていくのでしょうか 今回はその路線価から考えて旅チャンネル解説とししてお届けします。前回お伝えした動画はこちらの国税庁が路線化を発表。群馬県内では高崎駅西口が県内で1位も3年連続で伸びが停滞ということでこの他にも群馬と近隣4県栃木茨城新潟長野の路線価最高値の値も見てきました。 まだご覧になっていない方は概要欄にリンクが貼ってありますのでそちらもぜひご覧ください。では一方で今回は群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、長野県に加え埼玉県の各地の路線価の1位と2位の地点を見ていきますがこんな感じでまず群馬は高崎と前橋栃木は宇都宮と小山茨城がつくばと水戸。 そして新潟が新潟市と長岡市、えー、長野県が長野市と軽井沢そして埼玉県が大宮と浦和ということになっているのですがこれを見て皆さん気づいたことはありますでしょうか、えーまあ、価格で見ていきますと、まあ、確かに埼玉県、えー、ですね、えー、首都圏の、えーまあ、1都3県の中に含まれますが、まあ、大宮とですね、まあ、埼玉県ですねこちらの値だけ、まあ、桁が1桁違うと。 いうことでですすが、まあ、その他にはですね、えー、まあ45万円の新潟市ですとか46万円をつけた高崎市、えー、ですねということになっているんですがこれは何を伝えたいのかと言いますと、えー、よくですね県庁所在地別のランキングこの路線化ですね、えー、まあ今回はですね路線化ということなんですが、まあ、工事地価とか、えー、ですね他にも基準地価とかでも同じようなまあ傾向ではあると思うんですが。 まあ今回、路線化のデータを使っていますのでまあ路線化という表現にさせていただきますがこれ、ですね県庁所在地別で見ますとよく前橋はですねワーストですねまあ下から数えた方がつまり早いということでワーストを争っているというですねまあそういった意見よく見かけるんですがこれですね今回伝えたいのは前橋はですねこの中で左上にですね高崎の下にありますが13万円と。 まあ確かにですね県庁所在地でもですねこういった、えー、まあ価格が低いというのは、まあ、改善の、えーまあね、施策をですね、まあ、取っていく必要は当然あると思うのですが、まあ、これを見てですねもうもしかしたら気づいた方もいるかもしれませんが実はですね多くの町で、えー、県庁所在地がですね一、まあ、番というのはま多々あるんですが、まあ、2番手ですねその2番手というのは こうして見ていきますとその1位との、まあですね、2倍以上の差があるところも結構あるということですね茨城と長野は違うじゃないかということがあるんですが、まあ、これは一旦まず置いておきまして、まあ、群馬はですねまず1位が46万円の高崎そして2位が13万円前橋市ということなんですが、まあ、これはですね、まあ、2倍どころか、まあ、2倍以上ありますねなんですが。 あ,ですね、あと栃木ですね栃木も最近あの LR の、LRT の効果でですね上昇率、どんどん、えーですねまあ、勢いがある町ということなんですがこちらは32万円で2位の小山市です、ね、はです、ね、12万5000円ということで、まあえー、さらにですね新潟ですね45万円、新潟市ですね、こちらその下が長岡市の19万円、えー、そして埼玉たま市の475万円。 大宮で,すね、でですねその下が浦和の210万円ということなんですがこれですねこの4つの県ここの6つ中、まあ、4つはですねその2倍以上の、まあ、差があるというです、ね、ことになっています。まあ、前橋はですねなんかよくワーストの方で、うん、まあなんかもう中心街はもうダメなんじゃないかとかですね、まあ、そういった意見たまに見かけるんですが、まあ、この価格だけをまあ見てみますと、まあ、要改善というのは えまあそれはまあそういう指摘はですねまあ合ってるとは思うんですけどま小山とかですね長岡こちらもですねまあ新幹線通っていますしえまあ前橋はよくね新幹線ないからやっぱダメだとかですねまあそういった意見もまあたまにですねまあそういうお持ちの方も意見をですね持っている方もいらっしゃるかもしれないんですが小山とかですね結構まあ宇都宮線で見ますとまあより東京方面に近いということでまあなかなかね新幹線 通勤とかです、ね、利用される方も対東京方面でもかなり、えー、多いんですが、まあ、それよりもですね一応前橋はですねわずかに、えーまあ、上回っているということでですねまたですね新潟のですね長岡こちら19万円ということですがまあそのですね、まあ、こちらも確かに前橋は、えー、長岡と比較しますと、まあえー、低いということになるんですが一方ですねその長岡 する新潟県、まあ、新潟市と比較しますとこちらも2倍以上実はあるんですねその後も大宮も埼玉県のですね大宮と浦和も比較しても実はそうなっていて。ということでこの前橋がですね県庁所在地別ではワーストを争っているというのは、まあ、ある意味、まあ、こういうのを見ますとですね仕方ないことなのかなということで、まあ、だからといってですね、まあ、そのままでいいとはまあ思ってはいないんですけどいろいろね対策とかですね で、えーまあ、ですすねね、まあ、中心市街地の、えーですねまあ、最近いろいろ別の動画でもお伝えしていますが前橋もですね、まあ、少しずつ変わり始めているということなんですがではこの中では茨城と長野は2倍以上差がないじゃないかということなんですが、まあ、茨城を実は見ていきますとですね、えー、実はまあ県南部がですね特につくばエクスプレスですとか 対、えーまあ、東京方面ですね、えー、実はですね、まあ、茨城県って下の方はです、ね、えー、まあ横に線1本引きますと、まあ、埼玉県と、まあ、同じぐらいの位置にあるということで実は本当に東京圏へのアクセスが本当に良くてですね、まあ、かなりですねその分散型と、まあ、茨城もまあ言われていて、えー、人口がですね、まあ、いろんな、まあ、町にですね、えー、点在していると。 いうことで実はですねそういった人口の多い町というのあいくつもあることからこういった結果になるのかなということで長野に関しましては長野市はですね28万そして軽井沢が24.5万ということでこちらはですね軽井沢というのは別荘地もあり観光地でもあり知名度で言いますと軽井沢というのはもう全国規模で有名ですし人気の エリアということでここは少し特殊なエリアなのかなと思いましたさあ画面が変わりましたが皆さんは路線かいわゆるですね土地の価格が上がるのはいいことだと思いますかそれとも悪いことだと思いますかぜひですねコメント欄で書いていってほしいのですがこちらはですね、えー、群馬栃木、えー、新潟ですねあと富山福井石川を、えー、ですね加えてみました えこれら3県はですね、いわゆる北陸、まあ、3県とも言われていますがこちらはですね、まあ、最高値のエリアだけということになっているんですが、まあ、こうして見ていきますとですね、えー、まあ富山市ですとか、まあ、石川県のですね、まあ、金沢市がですね、まあ、この北関東、またですね、えー、新潟よりもまあ最高値は高いということなんですがこれ、ですね、なぜかと、まあ、ちょっと考えてみたんですが自分なりにですね、えー、まあ、 実はですね、まあ、こうして見ていきますと、まあ、金沢というのはですね、まあ、皆さんご存知だと思いますが、えー、まあ90万円とまあ観光地でもありですね、まあ、かなり人気の街ですよね。まあ、金沢というのはですね、人口が約45万人で、えー、県人口がです、ねえー、110万人ほどということで、えー、そのですね、まあ、人口の集中する割合というのは約まあ4割ぐらいの計算になると思うんですが。 えー、さらに、ですねこの富山市富山市もですね、えー、40万人人口を持っておりまして、えー、およそですね県人口で富山県で見ていきますと、えー、およそ4割という計算になりますね。そして、この栃木県のですね宇都宮はですね人口51万人で最近、まあ、LRT とかで話題になっていますが、まあ、県人口がですねおよそ190万人。 でまあ、割合にするとです、ね、人口の集中度約、まあ、25%ほどということで,です、ねまあ、若干、若干ですかね、まあ、結構でも下がって、えー、集中的な感じにはです、ね、下がってくるということで、まあ、でもです、ね、一つの自治体で25%のいるというのはもうなかなかこれも多いと思うんですが、まあ、そしてです、ね、高崎ですねこちらはまあ人口で言いますと今およそ36万人ほど。 えなんですが、まあ、群馬県もですね県人口は栃木県とほぼ同じ190万人ということでですね、えー、じ人口のこの高崎の集中度合いはおよそ、まあ、2割切るぐらいですね、18、19%, 18 19ぐらいですかね。こうして見ていきますと、まあ、北陸3県というのはですね、まあ、およそ、まあ、福井県の福井市ですとまあ35万円と。 いうことなんですが、まあ、こちらはですね、まあ、これから新幹線が開通したりとかですね、まだ伸びる要素も非常に大きいと思うんですが、まあ、すでにですね、他のこの、えー、2つ富山、金沢ではですね、もうすでに新幹線通っているということで、まあ、もちろんですね、そういった新幹線の効果というのはもちろんあると思うんですが、まあ、こうして今ですね、述べてきました通り人口のですね、集中割合県に対するですね、えー、集中割合では、まあ、金沢ではです。 ですねまあ、石川県の中のまあ約4割そして富山県ですねの中ではですね、えー、富山市が約4割を占めるということで、まあ、4割4割そして宇都宮が約25%そして高崎がまあ2割切るということでですね、まあ、集中している分やはりその都市というのは、ねまあ、規模もですね、まあえー、まあ大きく必然的に大きくなりますし 集中するということはですねやはりその投資ですとかいわゆる人だけではなく物ですとか資源ですとかイベントのとかですねそういったいろいろなものが集まるということになっていてそれだけですね都市の価格が上がっていきこうしたですね、路線価という土地の価値とですねにも出ていると見られるということですね。 まあ高崎で見ていきますと、まあ、金沢の約1分の約分とということなんですね、まあ、バブル期で見ますと、まあ、今よりもですね、まあ、今ではだともう本当に想像がつかないぐらい、まあ、すごい、えー、ですね本当に高値だったんですがここで最初の方にお聞きしました路線価、まあ、いわゆる土地の価格がですね上がることはいいことか悪いことかどう思いますかということを、えー、最初の方にお伝ええー、お聞きしたんですが。 まあ実はですね以前こちらの動画ですね高崎前橋対まあ宇都宮市中心街の広がり方の違いとはという動画こちらですね以前投稿したんですがまあこちらでもですね少し使った資料なんですが群馬県内のですね大きな町というとまあ高崎市と前橋市にあたるんですが実はですねこの2つの町の中心街というのは実は離れていましてこんな感じでですね この図ですと高崎の中心街は高崎駅の西口エリアそして前橋ですね前橋の中心市街地は前橋駅を北口に降りましてそこから進んでいくと中心街に入っていくのですがこのようにですね中心街離れている一方でこのですね高崎駅から前橋駅は両毛線ですね新前橋までは上越線ですとか葛飾線など え両毛線もまあ含んで走っているんですが前橋駅はですねえまあ両毛線の単独駅ということでまあ単独駅なんですがまあコロナ禍前はですね最高でえ1日約1万人ほどの利用者がいるということで単線でえしかもえ1路線しか乗りれない駅でですねえ1万人超えるのもこれもなかなかまあすごいことだとは思うんですけどまあそれぐらいですねまあ町の えまあ自治体ですねそもそもの前橋市もかなり大きい自治体ですので、まあ、こういった、えー、まあことになるのかなと思うんですがさらにこれですね鉄道とは、えー、平行は、まあ、平行なんですが少し距離があって国道17号線、えー、今矢印出ていますが、えー、こちらはですね一応まあ平行では一応平行にはあるんですが、まあ、鉄道とですね課題としてはですね鉄道と えー、この幹線道路間にまあ距離があるということで、えー、まあ一体的なですねまちづくりにつながらないことや、えー、まあこの中心街がですねそれぞれ独立してしまっているという課題があるんですね、まあ、こうしたですね課題がやはり、えー、前橋と高崎のですね、えー、まあこの路線化で見てもそうですし高崎がやはり交通の便ですねそちらを見ますと。 えまあ新幹線も通っていますし複数路線入っているということで高崎がですねやはりその中心街がですね路線価高くなってしまうのかなということなんですが実はですねこれもう鉄道で見ても分かるとおりこれだけですねえ意外と近いんですねこの2つの町駅はですね。さらにここのののののの群馬県内でですね一番この高崎ととそ前前橋橋駅駅駅お隣の新前橋駅というのが まあ複数路線走っている分岐点とあるということで、一番群馬県内でですねえー。鉄道の本数が走っているえー、まあ、区間だとまあ、おそらくですね。まあ、個人的にはそう思っていまして、電車移動もなかなかしやすいエリアだと思っているんですね。実際ですね。このまあ、先ほどのですね。まあ、金沢です。とかえー、まあ、いわゆるですね。まあ、富山です。とか、こちらはですね。まあ、県に占める総人口もまあ多いと。 いうことなんですが、まあ、東京とかをですね、まあ、思い浮かべていただけますと、えー、電車でですね、まあ、いろんな街とかで行けると思うんですけど、まあ、そういったですねいろ、まあ、ここ用事を済ませにこの駅に行ってでまた、えー、その2駅隣ですとか、まあ、いろんなパターンあってまあいいんですけど、えー、まあえ駅とかですね、まあ、その移動をですね、まあ、街がこうつながっていると、まあ、なかなかですねいろいろやりやすいと思うんですが。 これは都市のいろいろな性質があると思うのですが、まあ、先ほどもですね、えー、県人口に占める、まあ、割合高いところ低いところという話もありましたが、まあ、この群馬県で見ていきますと、えーまあ、高崎と前橋というですね、まあ、およともに30万人、まあ、後半とそれに近い自治体がですね、まあ、これほどの距離であるということはですね、まあ、高崎と前橋 電車でではすねおよそ15分ほどなんですがこれほどの近い距離に大きな町があるというのはこれはですねやはり一体的にですね町づくりをですねこの沿線とかですね広げていくならこのエリアがいいのかなと個人的には思っていまして一体的なですね町づくりというのはこれはですねもしうまくいくとするとこの沿線ですね高崎は 今県内で一番高いですが、まあ、前橋までですね。その効果というのが波及してくるのではないかとまあ、思っています。さあ、ここまで高崎前橋の中心街の特徴です。とかあとはですね。その課題というのをお話ししてきましたが、日本各地にはですね。今様々各地ですね。本当に中心街ありますが、まあ、そのパターンとしてはですね。今回はま2つ紹介。 えしていたいんでですが一、まあ、つはです、ね、この今お話ししてきた高崎前橋のような、まあ、中心街がですね、えー、まあ比較的大きな町が2つあって、まあ、分断というですかね、まあ、独立しているパターンですとか、まあ、あとはですねその一つ、まあ、その県のですね一つにえ大きな自治体があってそこを中心にしていく、えー、まあパターン、まあ、その2つのパターンですが私はですねこの2つの、えー、今お話ししてきた えー、パターンの中心街を持つですね、町、えー、というのは、えー、この将来ですねこの人口減少始まっていますが将来はですね結果が分かれると思っていまして、えーまあ、この高崎とですね、前橋の中心街の場合は、まあ、これほど中心街大きいですね、えー、2つがあるということでここはですね是非一体的な町、えー、づくりをした方がいいなと思っています。 今回はこの高崎と前橋の中心街の、まあ、お話が中心となってしまいまして、まあ、尺の関係から、えー、残るですね栃木茨城新潟長野に関しましては、まあ、簡単に、えー、今ですねその起きている町づくりの、まあ、実情というのをまあ見ていきたいんですが、まあ、続編もですねこの1、まあ、つに絞って1つずつやっていくのもいいかもしれませんが、えーですね、それをもしですね見たい場合は高評価やチャンネル登録 えですねまたコメントでまあこういう区切りで見たいですとかまあそういった意見もいいのでぜひコメントで、えー、お願いします。まあ、最後にですねその群馬以外のですね、えー、この路線下のこの最高値、えー、見ていきますがまあ栃木ではですね、えー、今も宇都宮 JR 宇都宮駅東口前宮未来地区ということでですねこれは今 まあ、LRT に加えまして、南イ地区ではですね、えー、複合施設が、えーまあ、数箇所建ちましたね。まあ、8月ですね、路面電車、えー、宇都宮ライトレール開業ということで、こちらもですね、今回、えーまあ、3.2%の、えー、路線価上昇しております。まあ、こちらもですね、まあ、鉄道の、えー、新設というのは、 まあ、LRT の新設というのはかなり珍しくですね、まあ、全国初という表現だったと思いますが、まあ、なかなかですねこの、えー、勝負に打って出ているなという感想がありますが、まあ、これもですね鉄道の、まあ、新たにですねその鉄道、まあ、LRT、えー、ですねそれにアクセスできる沿線人口もありますが、まあ、公共交通という面ではですね利便性が格段に上がっていますので。 まあこちらも、ですね、この街づくり、今、沿線、マンション、すごい建っていますが、これもですね、どうなるかというのが非常に注目されます。そしてですつくばエクスプレスのつくば駅前ですね、こちら、前年からですね、5.1%上昇と、こちらはですね、この5県の中では最も高い上昇率ということになっています。筑波エクススプレスはですね最近ですすね、ね、最近延伸案の、 まあお話で土浦方面にえ決定したということでまあ完成まではですねえーまだそれにはですねさまざまな課題があるということでまあだいぶまあ完成するとすればまあだいぶですね本当に先な話になるんですがまあ今現状はですねつくば茨城方面はつくばがえまあ終点ということでまあこれもですねなかなか東京圏のアクセス すごいですねいいといい立地ということで、えー、上昇率もどんどん上がってきていますね宇都宮とは、えー、あと1万円の差となってきましたこの調子でですね転入超過数も、えーまあ、4桁ということでまだまだですねその発展が続き町もですね今拡大していくというですね時期だと思うのでまだまだこれも、えー、どこまで続くかというのも非常に注目するまあ 本当にこのえー、ですね。どこも非常にこの各県まだ、あ、えー、路線からですね。一番の場所というのは、まあだいたい駅前ですが、えー、まあ非常にですね。この重要なところばかりですね。そして新潟ですね。新潟は今えー、jr 新潟駅磐梯口前がですねえー。去年からプラス2.3%増ということでですね。こちらもえー、去年はですねえ。横ばいだったと思いますが、今年は上昇と。 いうことで新潟の駅のですねリニューアル、磐、え、梯、ー、口の方ですが、まあ、リニューアル続いていますね、えー、行くたびに今、ですねその動線、通路がですね変わっていて、まあ、結構驚きますね、南口の方では新たな駅標も、えー、あの頭上にですねできましたし、磐、ま、梯、あ、口はですね駅前広場、まあ、新磐梯広場といいますでしょうか、あとはです、ね、駅直下ターミナル。 まあこちらもですね、えー、徐々に完成にもほぼ近づいていますかね、一部も、えー、通路側も、えー、3月の時点で通れるようになっていましたが、さらにですね、新潟、えー、東大通りですね、こちらはですね、えー、新規の最近オフィス供給も続いていまして、新潟2キロという、えー、街づくりの施策も、えー、広がっていまして、まあ、古町地区もですね、えー 新潟三越の跡地のお話もありますしこちらもですね新潟市さらに発展していくのかそして新潟県そのものはですね人口の転出超過というのが多くなっていますがこちらもですねその止めることはできるのかというのも非常に街づくりに関わってくることだと思います。最後は長長長野野、野です。JR 長野駅前寺口前と、 こちらは変動なしということで28万円ということだったんですが、まあ、長野駅もですね長野市、えー、昨年ですねちょうど行きましたがまだですねこちらも長野に関する動画も、えー、いずれ上がると思うので、まあ、お待ちいただきたいんですが、まあ、中心市街地、ですね権、えー、藤地区ですとかあの辺も、えーまあ、歩きましたが、まあ、中心街ですね。えー まあ続々となんか新しそうなですねマンションもいっぱいありまして、まあ、中にはですね、えー、スーパーマーケットと一体型、えー、というのもありましたし、えー、こちらもですね中心市街地の、まあ、マンション化もどんどんこれから進んでいくものだと思います、まあ、長野もですね、えー、先日の乗,、えー、乗車人員の動画でもお伝えしましたが、まあ、新幹線では回復が早いんですが JR のですね在来線の方では えー、回復が他の駅よりは若干遅れているということで、えー、こちらもですね、えー、どうなっていくのか、まあ、また、ですねこのまちづくり計画中心街はですね、えーまあ、マンションどんどん増えていきますと、えーまあ、定住人口はまあ増えるということでもう街中ですね今住むの、えー、マンションですね、えー、どんどん建っていますがこちらもどこまで増えるのかというのに注目です。 ということで今回は先日発表された路線化からえー今ですねこのチャンネルでメインでお伝えしています群馬栃木茨城新潟長野の北関東新越5県のですね新たな街づくりが進む中これによってえ町の将来はどう変わっていくのかというのを旅チャンネル解説としてお届けしました今回は先ほども述べました通り え前橋ですとか高崎のお話が中心とえなりましたがこれ以外にですねえ栃木、茨城、新潟、長野のですねえここをもう少し詳しくやってほしいなどそういったリクエストもありましたらまあ感想と合わせましてぜひコメント欄でお寄せください。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました